猫をいじめる癖。あの恐怖体験をするまでは、私には猫をいじめる癖がありました。猫は用心深く、人の姿を見るなりパッと逃げてしまうので、どうにも気に入らなかったんです。皆さんは、猫は自分より低い場所にいるものに対してあまり警戒しないということをご存知でしょうか。ブロック塀や自動車の屋根の上のような高い位置にいる猫には、実は容易に近づくことができるんです。まず関係のないところに視点を置き、時々猫の方をちらちら伺いながらそっと近づけば、大抵の場合、その場から逃げずに待っていてくれます。私はその方法で難なく猫を捕まえることに成功しました。それがまがまがしい恐怖体験の始まりだったとは。そいつは近所でよく見かける丸々と太った白い猫で、飼い主は特にいないらしく、みなして餌をやるためこれほど太ったようでした。私はその猫の両脇を持って二度三度自分の股の間をブラブラさせ、勢いがついた頂点で思いっきり空中に放り上げてやったんです。もちろんいくら猫嫌いの私でも別に地面に叩きつけて殺すつもりはありません。アクロバチックに近くの家の窓の庇の上へと着地させるつもりだったんです。ところがその猫は想像以上に運動神経が鈍かったらしく、あれよあれよと屋根の傾斜を転がって下まで落ちてしまいました。猫は自分の体重を足だけでは支えきれず、顔から地面にぶつかり、短くキャンという苦痛の悲鳴を上げました。猫というのは私の経験上、ちょっとやそっとでは苦痛の態度を表しませんから、悲鳴を上げたということは落下のショックで脳か内臓にでもダメージを受けたのかもしれません。この時初めて私は罪悪感に襲われました。心配ですぐに駆け寄ろうとしましたが、猫は怯えてダットのごとく逃げてしまいました。それっきりです。以降その猫の姿を見ることは全くなくなってしまったんでした。しかし、それからずいぶん月日が経った頃、夏の蒸し暑い夜のことでした。私はもうすっかりあの猫のことなど忘れてしまい、彼女と二人で扇風機を回しながら楽しくテレビを見ていました。その時です。不意に、粘りつくような猫のしゃがれた鳴き声が屋外の暗闇からねっとりと響いてきたんです。とっさに目をやると、片側に開け放った曇りガラスの向こうに、いつの間にやら白い影がゆらゆらと揺れていました。私は直感的にあの白い猫だと悟りました。次に蛍光灯がゆっくりと薄暗くなっていくのが分かりました。彼女はそれを見上げながらおろおろするばかりでしたが、私は彼女越しに見える窓の白い影から全く目が離せませんでした。なおも薄気味悪い鳴き声が続きます。それはだんだんと、猫というより人がふざけて猫のモノマネをするような声に変わっていきました。さらにそのうち、ギャーン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 、と大人の男が赤ん坊の泣き真似をするような不気味な声に変化していったんです。私も彼女も逃げることすら忘れ、完全に怯えて固まってしまいました。
そしていきなり網戸のところから真横に寝た男の頭がニューッと出てきて大声で怒鳴ったんです。ギャーン！私たちはあまりの光景に自らの目を疑いました。その男の首は白い猫の横っ腹からキノコのようにニョキッと生えていたからです。その他にも気味の悪いグニョグニョした何かもいっぱいくっついてました。